漬け穴は東京都中央区銀座発祥のチラシ寿司、または海鮮丼。鳥取県の寿司吉の漬け穴丼平成初期に銀座丸井の店主伊藤義信によって考案され、全国に広まった。江戸前寿司を代表する寿司種の漬けマグロと炙りに穴子を使った丼ぶり料理。提供される店舗によって多少差はあるが、むね以下の形を踏襲している。漬けマグロは赤身と中トロの乱切り。 薬味として、青じそと刻み万能ネキが添えてあり、バラの花のように円形に並べたマグロの中心に、うずらの生卵が乗っている。ふっくらと炊かれたに穴子は、正方形に切り、軽く炙って爪を塗り白ゴマを振ってある。そばに刻みきゅうりが添えてある。酢飯は、具たくさんシャリとなっている。縁に、刻み海苔が散らしてある。ガリ、タくアン、わさびが、丼ぶりの上に添えてある。 メインの具材である、マグロの漬けとニアナゴから命名された。店舗によって、漬け穴チラシ、漬け穴丼、漬け穴など、表記揺れがある。発祥の店の銀座丸井では、元祖漬け穴チラシの名前で提供されている。漬け穴の最大の特徴である細工されたシャリ。一見ただの酢飯に見えるが、掘り進めると隠れていた子から11種類の寿司種が、顔を出す。 店舗によって工夫を凝らしており、代表的なものは、だし巻き卵、イカ、タコ、エビ、イクラ、サーモンなどである。箸を入れて初めて色とりどりの具材を拝める様子から、よく、ヒコマリオのセリフをもじって、寿司の宝石箱と称される。ありがとうございます。